いいんじゃないですか、ボス。ラブサタ234回目。イェイ。イェイ。さて、ジュンジュンジョージーさんからいただいてます。あ、そうだ、あさみさんいます。すっかり。あれ？忘れないで。すっかり普通にいるもんで話しちゃった。前回のラブサタ233回で勇者あさみが再登場していました。今日もしてます。今週も出てきているなら、新着状況から考え、そろそろ6色のオーブを集め、鳥の背に乗って大空を飛んでいる頃でしょうか。リメイク版のドラクエ3はキャラクターそれぞれに性格が設定されているのですが、勇者あさみはどんな性格になりましたか？あと仲間3人の職業は何にしましたか？ドラクエ3は世代ドンピシャなもので気になってしまいました。以上、スーパーマリオ 1-1 で最初に遭遇する敵クリボーが椎茸だったことを初めて知って衝撃を覚えたジョンジョンジョージーでした。マジ？椎茸、この間の鍋にも入ってたなって感じ。椎茸なんだね、クリボー。椎茸なの？知らなかった。知らなかった。栗じゃないの？栗だと思った。まあ、クリボーっていうぐらいだからね。うん、でも、まあ、言われてみたら椎茸だね。まあ、見た目はね。だって、言われてみたらあれ栗じゃないでしょ？栗？栗みたいなもんでしょ？嘘だよ。栗、なんかイガイガしてそうじゃん。なんか栗だとしたら手と足生えてるような感じ。もしくはし100歩譲ってしめじだよね。100歩も譲らないとダメ。そんなか。この間 YouTube でね、スーパーマリオ2を5分でクリアするっていう画像があって、うん、めちゃめちゃ面白いよ。あの、なんていうの、コインとかにも目もくれず走るの。とにかく進むらしいです。とにかく進むの。なんだったんだ、うちらのマリオっていうぐらい、すごいスピードで進んでいくの。ぜひ皆さんにも見ていただきたい。超面白かった。ただね、あのさ、なんていうの、空飛ぶやつあるじゃん。結構、あの、なんていうの、上空の面とかあるでしょ。ララララの、はいはいはい。あの、うんうんうん、キノコみたいなやつにさ、飛んでって進むやつ。あれってさ、自動的に進めないから、あの、あっちでこう、画面が動いてったのにスピード合わせなきゃいけないから、その時だけね、すごい窮屈そうなんだけど。先に行きたいのに行けないから。すごい面白かった。それでもクリアしようわけだからね。すごいんだよ、本当に。なんかCM でさ、バカリズムさんとさ、唐沢さんが。唐沢さんの、あれ結構面白い。面白い。あの、作るやつでしょ。死ぬ時のね、弾がなんかちょっと、なんとも滑稽っていうか。いや、本当にすごい。で、勇者あさみはどこまで進んだの？勇者あさみはね、まず性格はね、うん、一匹狼。そうなんですね。一匹狼になっちゃったな。勇者の癖して一匹狼。勇者は一匹狼だったね。最初豪傑だったんだけど。なんか旅するうちに一匹狼になっちゃって。で、連れて歩いてるのは、うん、戦士と、うん、武闘家と、うん、戦う人ばっかだね。じゃあね、うん、職業替えしたの。職業替え？何にしたの？もともとね、うん、魔法使いだったの、武闘家は。うん、だけど、ダーマ神殿っていう職業を変えられるところに行って、うん、変えられるんだ。そう、魔法をね、覚えるだけ覚えて武闘家にしたの。そしたら腕力が強くなるからっていう。そういうことね。魔法も使えそう。そう。そういうことね。そう。ただレベルがまたちょっと戻っちゃうんだけどね、1から。あ、そうなんだ。ただ呪文はね、そのまま覚えてんの。じゃあ腕力を今度つけていくっていう。レベルを上げていけばいい。レベル上げ。あとは、あの、僧侶だね。ああ、やっぱりね。うん。遊び人はいません。あ、遊び人いないの？メレブはいないよ。メレブは遊び人じゃないけどね。多分今何のことか全然わかんないでしょ、サナエちゃん。ね、ポカーンってしてる。勇者ヨシヒコっていうドラマがあってね。そうそう。あ、わかった。あ、はいはいはい。あの、言ってたやつだ。そうそうそう。あれだ。はいはいはい。そうそう。見れば。で、今は、うん、
レベル30ぐらいで、うん。どこにいんの？あの、オーブは全部揃ってません。あ、まだ集めてない。まだ集めてないね。じゃあ鳥の背に乗って大空飛んでない。飛んでない。まあ飛んでないんだよね。まだ羽ばたけてないのね。うん。もう一つわかんないんだよね。シルバーオーブがどこにあるか。って言ったら多分メール来るよ。誰か教えてくれますよ、絶対。でも衝撃、クリボーがなんでシイタケなんだろう。そうだね。私なんでクリボーって言うんだろう。そうなんですよね。シイタケの癖して。なんでクリボーなのかっていうね。まあ確かにね。本当にシイタケなのかな。でもな、ジョンジョンジョージーさんが言ってるからきっとそうだよ。そうだね。きっとそうなんだろうね。うん、そしてこちら、快速あさみーさん。うん、みっちゃん、さなえさん、あさみさん、こんにちは。あさみさん参加の時はカッコ内読んでください。いじけちゃうといけないのでって書いてある。ね、いちいちそういうのいらないから。快速あさみでございます、うん。今週は久しぶりにゆずさん、ラブサタ参加でしょうか。今日はね、ちょっとお仕事でダメだったんですよね。うん、ゆずさんがブラサタ&ラブサタ参加されてから約1年、パーソナリティやリスナーさんが続々家庭を持ち、ゆずさんパワーを実感しております。ゆずさんか。ああ、そうかもしれない。ねえ。快速あさみも乗り遅れないようにしたいのですが、すでに乗り遅れた感満載です。そんなことない。話は変わりますが、前回のブラサタ、ラジオネーム、ほんわか羊さん、みっちゃんの CD 購入の件、購入おめでとうございます。早かったですね。検索タイミングがバッチリあったようで、うん、これで少なくとも3名のリスナーさんがみっちゃん CD を持ってることになります。なぜかみっちゃんはブラサタでみっちゃん CD をかけたがらないので、地道に普及活動をしないといけないかな。しなくていいよ、別に。ちなみに快速あさみ愛知と静岡の往復時、うん、高速道路上でラブロー、さなえさんの CD、みっちゃん CD と大音量でローテーションしちょっと窓を開け外へ聞こえるようにしています。どんだけすごい宣伝感になってんの。そう、渋滞に捕まった時は普及活動に持ってこいですって書いてある。みっちゃんそろそろ覚悟を決めぶらさたないで CD かけませんか。いい曲だと思うんだけどなということで聞きたい。リクエストがいっぱい来たらにしようかな。聞きたい。いや、ラブローとサナエちゃんの CD はいいと思うよ。いやいやいや、ローテーションで高速道路ね。ぜひみっちゃんの CD も入れて走行していただきたい。すごい嬉しい、ね、めっちゃくちゃいい宣伝会じゃないですか。すごいですよ、うん、ね、うん、ね、先週さ、私六本木行ったわけ、うん、あの、うんうん、ハロウィンの日に、うん、よりにもよってさ。バカだね。そう。本当に、本当にね、バカだねって言ってほしいぐらいに、うん、街はクレイジーだった。バカだね。いや、本当にクレイジーナイトだよ。すれ違う人がさ、血のりつけてたりさ、スーパーサイヤ人だったりさ、うん、セーラームーンだったりするわけ。うん、で、この歩いてる人たちは、どこに行くのって思って。歩いてるだけなんでしょ、ただあの界隈。らしいね。あの界隈を、うん、練り歩くだけなんだよね、うん、見せたいんだよね、うん、で、なんか一人バドガールの格好して、なんかちょっとバドガールの格好しながら寒いって歩いてる人がいたらしくて、だったらなんでその格好したんだよって友達がだいぶ突っ込んでたけど。本当ですね。いやでもほら、おしゃれはさ、その身を削ってでもおしゃれしたいんだよね。バドガールが？バドガールが。なんかバブリーな匂いするよね、バドガール。六本木でね。なんかね、六本木って感じ。そう、ソバージュでさ。あ、なんかあったよね。ハートランドだっけ？なんかさ、六本木ヒルズかなんかの1階に、うん、あ、そういうバーみたいな。バドワイザー的なちょっと。こうバーガーみたいな、へー、外人さんがすごく多 い。それもハートランドガールがいるの？いや、ハートランドガールはいないかもしれないけど、なんかそういうところのお店のお姉さんとかは、あ、なんかちょっとバドガールっぽいような、うん、ごめん勝手なイメージ、うん、でもなんか似合いそう、バドガールが。あー、そうだね、うん、へー、でももう本当にあんな日に行くもんじゃねえなって思った。なんで行ったの？いや、ただただご飯食べに行きたくて、行きたいお店が六本木にあったの、うん、で、あ、その日に集まるっていうの決まってて、お誕生月だから好きな食べ物言っていいよって言われて、そこのお店で食べたいって言って、うんうん、私の中にまさかハロウィンってそんなものだと思ってなかったから、
全然意識せずに言ったら、うん、まあそんなことになってたよね。なんか今年はちょっとまた異常じゃない？異常だよね、うん、すごかった、うん、だってテレビでもさ渋谷とか六本木とかさ、うん、やたらやってたけどさ、うん、なんなのかねあれね、え、なんかさあの辺渋谷六本木原宿とかさ、うん、若者がちょっとこう集いそうな街は、うん、ダメだよね、危険だね、31はダメだよね、うん、だ銀座とか行けばよかったじゃん。そうだね、来なそう。銀座ならまあ来なそうだよね。銀座はいないんじゃない、さすがに。そうだね、あんな感じの。なんかでもなんかそいっぱいいるのはいるで、なんかおおと思うんですけど、その終わった後のその帰る時のポツンっていうのがすごい、なんか一人で電車乗ってる人とかさ、ね、そうそうそう、うん、どうしたのって感じ。私その日の帰りに、あの神楽坂でギャラリーのそばに、ね、うん、車で運転してたら横断歩道で、うん、あのキャラクターの名前忘れちゃったんですけど、白い、何なんだろう、何だろう、お化けの九太郎、いや、ね、多分あのさセーラー服のってさ、あのなんていうのかな、なんていうの、なんて言ったらいいのかな、セーラー服、セーラー、セーラーの服、すごいぷっくりしたあのなんだっけキャラクター、ミシュランのさ、あのタイヤマンみたいな、口が黒くって顔が全然見えない状態で横断歩道で立ってたんですよ。その人が一人で立ってたんだって。一人だけ立ってたの見て、もう笑いながら見て、ちょっと怖かった。ただぼーっとずっと立ってるだけだったんで、なんかニョロニョロみたいなやつ、いや、多分フトッチョの、なんだろう、ちょっと名前が出てこない。セーラー着てる、セーラーの、セーラー服じゃなくて、セー、なんていうの、何か、あ、セーラーね、そう、船乗りさん、そう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 、はい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 、真っ白いぷっくりしてて、目と口が黒い、うん、なんだっけ名前出てこない、わかんない、でも怖い、そんなのから。いやだから一人ポツンっているのも ねえ面白いし、そうだから、ちょっと笑っちゃった。なんか日曜日に私、その翌日ね、宇都宮の方に出かける用事があって、友達と会ったんだけど、宇都宮にもいたんだけどさ、一組ぐらいしかいなくてさ、だったらお前らどっか行けよって思ったよねって友達が言ってて、何もここでやんなくてよくないとか言って、外に出る勇気はなかっただろうね。宇都宮内で、なんとか盛り上げたかったのかもしれないけど、多分そうだろうね、きっと、うん、出られなかったし、いやでももう終わってからハロウィン、うん、もうクリスマスだよ、そうすごいよ、早いよ、もうだってスーパーではクリスマスソングめっちゃ流れてるよ、本当ですよね、まだ11月だけどね。そう、うん、早いよ、早いよね、いつもだから1ヶ月前から始まるでしょ、うん、で終わったらさーっと終わっちゃうからね、終わったらすぐ正月だから。切り替えが日本は早いから。本当ですよね。どんだけだっていうね、すごいよね、うん、でもクリスマスは楽しみだわ、楽しみ、本当に、あら、まあもうだってベビちゃんがいる状態ですよね、いるんだもんね、そう、楽しめるかわかんないよ、もう大忙しかも。楽しんでる場合じゃないかもしれない。まあね、多分てんてこまいかもしれないけどね。うん、それはそれでちょっと楽しみだけど。もう最近は本当にあれだよ、もう子供服ばっか見てる。見ちゃう見ちゃう。大変。で、あれでしょ、CM みたいにお母さんの財布が買いたいって言うてるわって言うらしいよ。もうさ、これでさ、女の男の子だったらどうしようってぐらい、うん、そうですよね、わかんないですから、うん、最後までそうね、ギリギリまでわかんないからね、うそうそう、女の子のグッズばっかりだからね、うん、あ、もうなっちゃったよ。いや早くスタジオ来たいな、そうだよ、本当に、うん、なんかいないのが不思議、うん、そう、なんかね、ずっとね、ラジオこう聞いてるっていうのがね、うん、不思議な感じ、ブラスト、ね、もうリスナー喋りたくてうずうずしちゃいますよね、絶対ね、するよ。ツッコみたいこといっぱいでしょ。いっぱいあるよ、トマト鍋よくやってたよ。トマト鍋有名だよ、みっちゃんそういうね、裏ツッコミもぜひなんか入れといて、あの副音声みたいのでさ撮っとけばいいんじゃない、あさみさんの
ラジオ聞きながら私がスパセロポン。オンジーザス的な、あの、だ、入れといて。で、それを YouTube でアップすんの。やめてー。